けなんですけども、はい、もうこの方と言いますとですね、うん、この音スタが始まる一番最初のですね、うん、ゲストで来てくださった方でもありましたよ。そうでしたっけ。そうなんですよ。こんな方で始まって、ね、それで裏で結構いろいろ牛耳ってもらいながら、はい、今回最後もねまたこの方で締めていただこうという形で。いやでも今日呼ぶのやめましょうよ。え、うっそ、来てはんのに。せっかくの最終回から2人で喋りましょうよ。うっそ、ええ、そうなんですか。今日はもう喋って、うん、で居酒屋でこの後喋りましょう。そうなんだ。あ、ほらもう置いても来てますよ。え、呼べ呼べやったんだから。ちょっと画面外から喋るのやめてください。こっち放送してるんで。あ、いいですね、はい、もう早速じゃあお呼びしましょうよ。はい、わかりました。この方です。川田かなめさんです。よろしくお願いします。お願いします。どうもどうも。水かぶっちゃったよ。出た。そうなんできない。お久しぶりでございますよ。ハット野郎。ハット野郎でございます。ハット野郎でございます。ハット野郎。ありがとうございました。川田かなめさんですよ。よろしくお願いします。膝を守らないでおなじみのね。そうですね、僕は膝守らないですね。ね、こんな大事なとこ守らない。みんなサポーターしてるとこですよ。これ、ね、これ丸出しするってね、ちょっと広がってきたかも。あれ、よし、気をつけましょうよ。うわ、やっぱり来ましたね、これ。いやー、来ましたね。大御所。大御所。いや、大御所じゃないよ。大御所じゃないじゃん。よく言いますよ。年上じゃないですか、もう。どこがやねんな、違うわ。年上じゃない。年下やん。どんな嘘つくねん。年下？年下や。年下。常に邪険に扱っとるやないか、わしのこと。いや、いや、ほんまに扱ってないじゃんね。これでいけんじゃないですか。もうずっとお二人で喋ってもらいます。ちょっと待ってください。僕だけ最終回で聞いてますからね。そうなんですよ。1回目にも出させていただいて本当にお世話になってますもん。ちなみにどうでした、1回目出た時の印象っていうのはね。ジョンの MC プリも含めてですけど、やっぱりジョンがまだタジタジなところがね、うん、多くて、ヤハちゃんがフォローに回ってる感じは見え隠れしていましたね。ああ、そうだ。なんでそっちまでなんでそっちまで緊張して出すの。違う違う、してないですけど。ですけど、うん、これ17回でジョンってカーン来ましたから。17回って言ったら多分1年半ぐらいでしょ。そう、そうなんですよ。実はそう経ってたんですよ、割とね。え、うん、あ、もう分かんないですよね、やってる本人は。あ、もうそれぐらい自然にやれてたんですね。いや、言いますね。言いますわ。え、また俺余計なこと言ってます。先輩ってことですか。やっぱ言いますよ、この人。まあ、そうですね。ね、いや、後輩ちゃうよ、別に。俺一番年下やしね、ほんで。嘘。嘘じゃねえわ。嘘じゃねえ。本当に。そうなんですよ。そうなんですよ。で、今日はね、そんなでも。うち。もう映ってるよ。大好きだからね、カメラね。ありがとうございます。本当そうですよね。はい、もうあの3人の出会いは何言っても、うん、あれですよね、愛の歌を歌おう。あ、そうでしたっけ。そういうね。え、嘘、テレクラちゃいました。テレクラ。あ、渋谷の、渋谷のね。すみません、それ違う人です。すみません。誰ですか。テレクラってまだあるんですか。どこから広げるの。そこ気になって。いや、そこですなって。そこ気になるんだ。それ後で話せばいい。そうですね。まあ、でもあの愛の歌を歌おうという、ね、はい、ミュージカルやらせていただきまして、はい、ありまして、ね、そこで初めてお会い、はい、初めてでした、その時川端さんは。そうですよ、ちゃんはもう思いっきり初めて。あの3人とも。そうそうですよね。もう初めて見た時、あのメガネで遊ぶ人やと思って。メガネですね。もうデビュー当時メガネで遊んでましたからね。ドランプラしてました。そこ結構言っていいもんなのかなっていうところなのに、スイングしてそのままパチンって返るんですよ。こうやってパチンってこう入れる。あのモンタックの逆です。ソ連家のモンタックの上から押し付けるよ。だったらつければいいよ。モンタック買ったな、はい、これをつけるとモノと喋れるらしいですからね。僕あれつけながらラーメン食ってましたからね。うわ、超邪魔だね。ここに麺落ちたんですよ。ここに救済措置、麺の救済措置、麺を落とさないっていう、ね、取りましょうよ、そんな。いやでもね、急なことだから。いやでもそこをね、エハちゃんがね、またガンってこう言ってくれたから、エハちゃんはそれをね、また川端さんも優しくね、ソフトにこうね、この受け入れてくれたから。そうそう、最初言ったら僕結構ガサツやから、うん、割とこうもうフレンドリーに行く距離感が近すぎて、はい、もうみんなそう、うん、え、こいつ何やちょっとここまで来るんかみたいなことになって、うん、ちょっと慣れるまで時間かかるんですけど、うん、川さんめっちゃそれで対応してくれたから、めっちゃ優しかったですよ。そうね、やっぱすごかったよね、はあ、ここまで来てなくても来てるじゃん、はい、エハちゃんってボーンって来てるじゃん。確かにすごいやっぱパワー感あったからね。え、そもそもでも川村さんもあれですか、はい、あのエハちゃんのことはあの前からはもちろん知ってる。知ってる、うん、本当ですか。もちろんですよ、多分。え、多分知ってます、知ってます。エハちゃんのことは知ってます。そうですよね。だから会った時にこの人話止めたら死んじゃうと思うでしょ。ああ、そう、本当そう。もうずっ
っと喋ってるじゃん。そうですよね。現場でも ずっと言ってましたもんね。で稽古中なのに悪ふざけしてさ、はいね、うん、歩いてるシーンでふざけたことするんですよ。ずっとやめろっつって笑ってたやないか、あんた。俺が仕掛けたんです。そうや、やらせんねんこの人全部。みんなでもそれをね、期待して待って大好物でしたね、あん時は。面白かったわ。 それからあれをきっかけにいろいろね、みんなと飲みに行ったりとかしながら、ここがまたすごい仲良くね、仲いいね。仲いいですよね。稽古期間中もそうやけど、もう終わってからもよう飲みに行かせてもらって、ね、行きましたね、うん、行きましたね。川端さんち泊まりに行かせてもらったりとかもして。そうですね、出ましたね、行った朝まで飲んじゃいますからね。行きますもんね、飲むと。でまた川端さんの家に置いてある、うん、ウォーターサーバーが美味しいんだ、またこれ。いや珍しいもんじゃないよ本当に。あれ珍しいもんね。いつでも冷たいんだこれが。いつも言いましたね、あのウォーターサーバーがもう。なんと湯も出ちゃうんでしょ。あれ湯も出ちゃう。うわっ、あ、もう本当にあのね、湯の温度もね、ちょっと熱めとか。そうでしょ、できるぞ。そんなそんな言ってもぬるいぐらいでしょ。熱いのできるんですか。熱々ですよ。マジかい。熱々でございます。やっぱ話がさずも尽きないですけどもね。尽きないですね。そんな感じでね、大した話何もしてないの。ウォーターサーバーで終わったからね。いいでしょうよ、はい、じゃあ ね、そんな形で今日は川端さんと、はい、じっくり楽しい時間を過ごしていけたらなと思いますよ、はい、いや、俺もちょっと聞いたんですよ、ね、ちょっと聞いたんですけども、今日はね、なんかジョンちゃんがね、なんか前こう近々一緒に仕事かなんかなった時にこのね、アメスタやるっていう話になって、でジョンがなんかもうフリートークでいけるっしょみたいな。違いますよ、違いますよ、俺、僕じゃないっすよ言ってたらしい。なんかもう A ちゃんばりにも揺れながら言ってたっていう。フリートークで違う、いけるっしょ、そろそろいけるじゃん、違う頂点です。違うんですよ。いや、兄さんがそうね、おっしゃってくださったんですよ。要はそうなんですよ、そうなんですよ。そう、あの最終回ですからね。で、優しさをそこでね、すごい浴びせてくれて、浴びせてくれて、優しさを浴びせてくれて、優しさ浴びせた、そうなんです、浴びせてくれた。どんな優しさで包み込むのあるけど、優しさを浴びせた、何かっていうとね、何かっていうとね、浴びせたか、何かっていうと下手。そう、さあ、下手。川端さんがね、せっかく最後やから、うん、別にもう俺の話は良くないと。あ、なるほど。最後もういいっすよ、うん、3人で和気あいあいとザックバーンと話そうじゃないか。あ、なるほど、そういうこと言ってくれたわけね。そうなんですよ。で、それで僕もあ、そこに便乗して、うん、そんな兄さんの優しさも大好きと思いまして、いやいやいや、うん、じゃあお言葉に甘えて今日はフリートークで行きたいなと思って、うん、っていうことで作家さんがね、考えてくれてコーナーをね、一応作ってくれたんで、ちょっとタイトルコールお願いします。いきましょう、はい、ジョンちゃんのドーンと聞いてみようというコーナーでございます。はい、ドーン、ドーン、来ましたね、はい、はい、ジェット並み越し。これ親指すげえ、それですよ。そうなんですよ。まあそうですよ、今もう言っちゃいましたけども、うん、まあ、本当にフリートークできるんじゃないかということで、はい、もう本当にフリートークで、自由なテーマで爆笑トークを展開してきてくれると。爆笑、これはもうだって聞いても書いてますもんね、川端さんの魅力を存分に引き出す爆笑トークを展開していけるって。ジョンがこれを全部やってくれるって、担ってくれるっていう。魅力引き出せるんですか、そんな川端さんの。はい、いきなり振った。ジョン、いきなり振ったわ。早っ。本当に魅力引き出せんのっていうセリフの上に「エハラ」って書いてますけど、あれ俺のセリフちゃうかなこれ。急に責任転換を始めたのこの人。でもね、最近川端さんと言いますとですね、あれですよ、すごく体を鍛えてらっしゃるんですよ。あ、そうですね、筋トレをすごく、週にもう何回ほど行かれてるんですか。行く時は3回ですね。ほら3回見てくださいよ。何になったんですか。僕ですか。男優ですか。男優です、はい、おい、おかしいだろ。こっから見た人何だと思う。ちょうど男優から見て、どうぞ。本当にテレビの収録のやつを収録して普通カットするところを丸々流してる感じ、ね、ですから。いいですね、アメスタならではの。だからこういうのがいいの。そう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 、ね、テレビじゃない。これだって川端さん、やっぱテレビ出てる時ってやっぱりテレビ用の川端絡め作ってる。違うんですよ。それみんなそうでしょ。そう、違う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 。歌ってる時も、歌ってる時もこうやって、はい、そうですね。違うよ。初めて知ったの、難しさ。バカにしてる。そうですね。いやいや、こんなまた広げてねえの。はい。じゃあこれとはいがおかしいでしょ、もう。お願いします。いやいやいや、そんな感じ。でも確かに、エハちゃんに言われたの。はい。普段の
川端さん出した方がいいですよ。じゃあかんねん、もうそのバツさんは面白くて明るくて楽しい感じ、そのもちろんかっこいいですよ。やけどもその感じを出してほしいのに、はい、じゃあ歌います。ど根性ガエル歌います。なんでど根性ガエルとかいう感じ。なんでど根性ガエル、最近 CM やってからしょ。ドラマでしょ。言ってませんでした。いい声、いい声、おかしいでしょ。おかしいわ、もう。え、でも、はい、もう今あの宴ではですね、もうレギュラーメンバーじゃないですか。はい、レギュラー。だいぶでもその辺は素をだいぶ出せるようにはなったんですか。いや、前半の方が出してたつもりなんですけどね、はい、やっぱりあれだけ数が多いとですね、コンプライアンスなもないしみたいな、抑えちゃうとか増えてくるんですよ。コンプライアンス問題って何？何なの？え、犯罪すんの？何してねん？これ出た。それなんか有名になってるよ最近。そう。有名ですか？ジョンテがあざといって。あざとくないだって恥ずかしい時さ、カメラ映してもらってるんで、これ。違う。かわいいじゃん、ね。これバチさん知らんかったんけど、この前ね、うん、ジョンに聞いて初めて知ったんですよ。はい、僕がなんか噛んでもうた時に最初に、うん、なんかはぁみたいなボケをやった。ね、うん、それ見てこれいいと思ってずっとパクってるらしい。まさかでしょ。それエハちゃんなの。俺やからはぁーとか言うボケやったのに。何それ。それをノーマルでこうやりだしたって、これただの放送放棄やから。なんだすごいね。すごいな、やっぱり。いろんな方との出会いがあったので、それをね、自分もやっぱりいろいろ取り入れていきたいなということから始まりましたね。おっと何の話だ。これ真面目に落とし込むとこだったいや、母さん、もうこれから止まったら、うん、何も喋らんとこフォローいないと静かにしてみよう。事故になるって、それは放送事故っていうのが始末書とかいろいろ書かなかのちゃんのそれなんて。え、ちょっと待ってちょっと待ってくださいよ。ちょっと、ね、あ、これ以上来たら事故です。ギリギリのところでね。ギリギリのところで、それで行きましょう。いや、もう怖いわ。今日なんかそんな感じで進んでいくんですよね。いや、全然そんなことないですよ。今日はなんか、ね、ジョンテは袖なしでこのケイン小杉をイメージした感じの映画出ますよね。とりあえずセンチュリー21って言ってもらっていいですか、一回だけ。センチュリー21。めちゃいけるわ、それ。めちゃくちゃ発音ええやんか。いいね、いいですね。アクションスター。いけた、いけた、いけた。ジョン小杉、ジョン小杉来ました。新しい名前をいただきました。ジョン小杉。やった。ジョン小杉。すごい、ね。ジョンちゃんのドンと聞いてみようやねんから、ドンと聞いてくださいよ、早く。ドン、いや、でも、ドンと聞くこと、でもね、いつも普段。ねえんだろ、これ。じゃあ、いつも喋ってみよう。ねえ時のジョンの話だ、これね。何時間もこうやって、もうみんなこうやってね、喋ってますよ。そう、でもあんまりだから、こう、考えて話してないもんね。そうですよね。もうだって、まあ、お酒も飲んでること多いですけど、そういう時は。はい。なんかさ、ちょっとしたことがもうネタになってどんどん話が広がっていくじゃないですか、うん、そうですよね。まあでも共通の好きな芸人さんがいたりさ、はい、お笑いがやっぱ好きなので、ね、じゃあもう確かに、うん、先ほどそれでも盛り上がりましたよね、うん、長野さん。そうです、長野さん、ね、ちょうどね、またこの前もね、江原さんとね、一緒にご飯食べに行った時あったんですけども、うん、ちょうど僕がその時に、僕すごい最近大好きな芸人さんがいるんだっていう話をして、逆に俺に、ね、教えてくれる感じで、めちゃくちゃおもろい人見つけたっつってほんまにもう8年ぐらい前から知ってる人、めちゃくちゃおもろい人見つけた。いや、じゃあ絶対チェックした方がいいぐらいの感じで来て、長野さん、いや俺めっちゃ知ってるし一緒にライブやってる。え、知ってんの、うわすげえ、合わせてたらしい。でそこですぐ長野さんに電話かけて、飲みませんって言ったら、でもそこでだ、うん、そう来てくれて、合わせとかじゃなくて、たまたまなんか連絡取り合ったんじゃないの。違う違う、あの時に言ったから、うん、そこで電話かけたら、今原宿で飲んでるっつって、じゃあ一緒に行きましょう、これ終わりよ。そうよ、へぇ、すげぇ。飲んでる時に来てくれて、やってくれた、これやってくれた、いや、それは特になかったんですけど、なかったの、なかったです、なかったんですけど、すんごいいい方で、そうです、もうなんか、でもテレビで見る感じのあのままでしたよ、あの優しい感じで。僕一回だけ見ましたね、生放送の番組で、はさ出てて、はい、スタジオ入ったらやってたんですよ、長野さんが。衝撃的でしたね。衝撃ですよね。朝見る人じゃないの、ね、完全に深夜帯の人でした、やっぱり。そうそうそう、衝撃ですよ、はい、衝撃でしたね。ああいうお笑いがすごい大好きみたいでございまして、どんなのかちょっとやってみて。あ、ちょっと音楽なかったな、音楽なかったんですけど、自分でやってみて。マジっすか。ちゃんとコピーして、okay、振りから、振りから、どっち向けとこっちやったか、どっちでもええねん、それは。タイトルも言うてなかったら分かれへんやんか。あ、何やったっけな、あ、じゃあ、ゴッホと